釣り針の有効活用、これなんかやってないのか、バージョン3.1になって出てきたのか、ちょっとわからんから行ってみよう。昨日までなかったような気がするんだけど、どうかな。オルモス効果。下かな。オーベットカイバンと会話する。骨董品を釣り上げる。ほぼ毎日落とし物を釣り上げてる。これについていくのかな。原神頑張るとマイクラがおろそかになりがちです。いや、なるよね。やっぱ全部はできんのよな。できんようになってる。頑張ってもなんかできんようになってるよな。なんか精神的な問題もあって、3個釣り上げるのか。そっち。時間も全然足りないし、そういうな。何気に。めちゃめちゃ時間使うことになるからな、これ系のゲーム。
こにいるんだ。いや、剣女盤石。この剣はわかるかい？釣りができるわけだな。釣り針にある背景、あ、釣り針にある設計。三箇所もあるってこと？これ全部材料集めて三箇所もあらんといけないってこと？割とだるめだね。なんか絵もくれるんかな。難しくはないけどだるいパターンのやつやな。一番だるいのはやっぱ時間がかかるということです。伝説任務とかね、お話はよくできてて面白いんですけどね。いや、そうなんやな。なんかこれいるかみたいな下りはあ、なくってちょうどいいくらいよね。あれあるとちょっと長すぎるから、あれなくていいんやな。無駄なお使いとかさいらんのよ。
サイトにとるか。ほんま長くダラダラお話が続きます。そうなんやな、そこがネックなんやな。暇だったらいいんかもしれんけどな。別に暇じゃないしな。でも現代人そんなに暇な人ってもういないよね。なんかいくらでもさ楽しいことがスマホだけ撮ってみてもさ、スマホの中でゲームがあっていろんなこと調べたりね、動画見たり、楽しいことで溢れてる時代だから、時間はちょっとなんか節約させてほしいよね。難攻不落、天道ここにある。で直樹さんの場合動画撮ってるので丁寧に全部聞いてますし、ね、時間がある時に見直すのはいいです。そう、一応ちゃんと見とかなと、ね、わけわからんなっても嫌だし。なんかあの打順の横あの仮面って普通ついてたっけ。ヒルチャードの仮面がついてるね。断罪のない歌よ、錦となれ雨描きがたし。これはこれはあれ関係ないのか。ここ関係ないんだ。自分がするときはボタンガンガン押して飛ばして後で直樹さんゆっくり飛びます。まあそれはありがたいな。剣女万弱天道万象、姿を見せよ、王者。あと一箇所。あ、ここは普通にあるんだ。なんか絵もくれるんか。そうでもない。そうでもないな。まあアチーブメント、え、なんだっけ、あ、これか。これがまあクリアできたということか。
15分くらいでクリアできるやつだったんだね。うわー、どうしよっかな。今何時？0時半か。魔人任務全然進んでないけど、明日やろうかな。なんか昨日、おとといの動画まだアップできてないやつとかもあるんやな。なあ、ちょろっとでも進めといた方がいいかな。ちょっとでも進めるか。